こんにちは、 DJ SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて良いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画視聴の際ちょっと遅いなと感じた方は画面右上の歯車マークを押せば倍速設定ができるのでお試しください。皆さんお疲れ様です。実況配信来てくれてありがとうございます。今さっきですね、ライトヘビー級4団体統一戦、もう最強対最強、熊対機械ですね、熊対精密機械の、最強決定戦、ビボル対ベテルビエフの試合が終わりました。いやー、すごい試合でしたね。かなりレベルの高い試合でした。まずは結果から言います。結果は判定2対0でベテルビエフが勝利しました。おめでとうございます。これね、自分の判定で116対113でベテルビエフ勝利でした。そして結構ね、いつも通りというかね、これ判定で割れるところ、ジャブでポイントを取ったのではないかと思われているビボルなのか、まあ、数は少ないがガードの上からでも効かせたベテルビエフなのかってところなんですけど、自分の見方はあれガードの上からでも効かせれば有効打になるんですよね。 あれは結構ビボルに効いてましたよね、ガードの上からでも。ただこれは判定割れましたね。判定は2対0でした。ジャッジの一人が114対114、もう一人が115対113、もう一人が116対112だ。判定2対0で、ベテルビエフ勝利になりました。ベテルビエフ、もうこれビボルもどっちもすごかったですよ。もうこれ超人対決でしたよね。お互いのディフェンスの良さが分かりましたよね。やっぱり上まで行くにはあれぐらい完璧なディフェンスをしないとダメなのかといったところですよね。これ前半はビボルが取っていたんですよ。まあ 1,2 ラウンドは公式採点なんですけど、これがまあ前半ビボル行ったかなと思ったんですけど、後半3ラウンドが効きましたよね。これ後半3ラウンドすべてベテルビエフが取りましたね。いや、かなりレベルの高い試合でしたね。まあ、判定荒れるのはしょうがないですよ。もう接戦だったんで。これね、コンプボックスっていうのが一応今出てんですよね。ここには、ベテルビエフがビボルに12発のパンチで勝利。ベテルビエフは、後半のラウンドで反撃し、10ラウンドから12ラウンドで1ラウンドあたり、68発のパンチのうち15発をヒットさせた。ビボルはパワーパンチの 50% をヒットさせ、ベテルビエフはより強力なパンチをヒットさせ、1ラウンドあたり平均57発を放った。これちょっとね、翻訳で読み上げてるんでちょっとおかしいんですけど、ジャブあれ当てたって言っても本当に当てたっていうパンチでしたよね。あのジャブは効かせてたジャブと言うべきかどうか、あのビボルのジャブですよ。そしてベテルビエフのガードの上から強いパンチ、あれ有効打になるんじゃないですか。あれガードの上からでも脳にダメージ与えてましたよね。あれは有効打でもいいと思いますよ。ガードの上からでも効かせたパンチっていうのは、あれ実際にガードの上からでもビボル下がっちゃいましたからね。まあ、このあたりどう取るか本当に個人差出ますよね。ただ全然ありな判定だと思いますよ。ただ今ネット界隈では荒れてますね。これね、機械的に見るとビボルの方が上だったのかもしれませんね。ただ人間の目で判定は決めるので、正確にパンチの数数えてるわけでもないです。もう本当に印象的に見てるんですよね。今日の判定は全然ありだと思いますよ。そしてこれ再戦やってもいいのではないでしょうか。まあそれぐらい互角の試合をしてましたよね。だから最強対最強が戦うとこういう風になるんですよね。いや、かなりいい試合でしたね。本当にこれなかなかクリーンヒットが見られないレベルの高い試合でしたけど、まあ、12ラウンド見入っちゃいましたよね。一応これで、ベテルビエフがライトヘビー級4団体統一チャンピオンですよね。そして年明けにライトヘビー級でモレルとベナビデスが一応試合やる可能性が高いということですよね。だからこれリマッチがなければベテルビエフ対ベナビデスとモレルの勝者となるのではないでしょうか。
これリアドシーズンですよね、やるとしたら。これ判定が、まあ、結構荒れてるので再戦になる可能性もあると思うんですよね。ただ儲けにならないのならば再戦はないと思うんですよ。このあたりですよね。今回の売れ行きがどうだったのか、もう一回戦うと儲けられるのか、ここは十分にありますよね。次はこれまたリアドシーズンなんでしょうけど、これリマッチやるにしても、これリアドシーズンでアメリカでやってほしいですよね。これやっぱりサウジアラビアの時間帯はちょっと微妙に合わないですよね。まあ全然いい方だったんですけど、この後のだから展開がめちゃくちゃ気になります。あとは PFP 順位がどうなるかですよね。今回だから最強決定戦、これ勝った方がベテルビエフです。ベテルビエフがこれ1位に来るのか、2位に来るのか、3位に来るのか。まあ1位に来ることはないのかな。やっぱりウシクが1位なのかな、そのまま。だから2位に来るのか、3位に来るのか、どうでしょうか。最強決定戦だったので、ここを制したベテルビエフ、これ2位ぐらいに来ても全然おかしくはないですよね。いやー、もうこっから荒れますよ。ビボル陣営はもう当然勝った気でいるんですよ。だからこれ本当にリマッチあるかもしれませんね。まあ、お互いにこっちの勝ちだと言ってますね。それぐらい互角の展開でした。まあ互角というより僅差の展開でしたね。ジャッジの一人はドローをつけてるんで、だから本当にこれ完璧に、判定を完璧にしたいのであれば、これ機械で判定しなきゃダメですよね。ただ機械だと無理ですよね、これ判定つけるの。これだからガードの上をポイントをつけないならば、ガードの上から効かせたパンチはポイントにならないのか、そういうところまで機械は多分見れないですからね。あとはただ触れただけのジャブをポイントにするのかしないのかっていうのもありますよね。非常に難しいです。ということでね、本日はこれから TV プロモーションと、あとアマプラ工業もありますよね。ここも楽しみですよね。だから軽量オーバーしたカシメロがどういう試合をするのか非常に気になります。そしてカシメロは今回で TV プロモーション最後の試合となりますよね。この試合の後カシメロは体重オーバーしたのですが、爆笑したらもう一回契約となるのかどうか、ここにも注目ですよね。はい、ということで皆さん実況も来てくれてありがとうございます。またまたよろしくお願いします。それではこれを聞いて良いと思ってくれた方は、チャンネル登録、あと X と Instagram、 あと自分が緩く行っているキックと MMA を特集している格闘言いたい放題ラジオの方もよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。